はい、皆さんこんにちは。ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも。今日はですね、長ぶり特集ということで、まあ皆さん長ぶり飲まれたことありますかね。まあ、アイラモルトを好きな方だったらね、まあ一度は聞いたことのある名前だとは思います。こちら長ぶりですね。長ぶり蒸留所自体はですね、1816年創業のアイラモルトになりますね。まあアドベックとラフロイグが1815年創業なので、その2つよりまあ1個後輩ってことになりますね。場所的にもアドベックとラフロイグで、その真ん中にある感じですね。アイラ島の一番下に、3つ並んでるんですね、蒸留所が。まあ右からアドベック、ラガブリ、ラフロイグという順番になっています。まずざっくりと紹介していきますね。じゃあラガブリの8年ですね、こちら。まあ、今一番安く買えるラガブーリンがこちらです。で、次、ラガブーリンの12年ですね。かわいいですよね、これね。まあ、これは限定品です。で、これがラガブーリンの16年。皆さんがよく知ってる、まあ、一般的なラガブーリン。まあ、いわゆるスタンダードモデルというか、王道なやつですね。まあ、この3つが、まあ、今、ラガブーリンの、まあ、一般的なものっていうものになりますよね。で、ラガブリン、まあ、16年に関しては多分もう知ってる方も多いと思うんで、まあ、あれですけど、まあ、スタンダードモデルになります。で、まあ、16年の一番定番商品にしては、かなりね、熟成年数長いと思います。まあ、なのでね、結構原酒がね、なくなりかけてるというね。僕もあんまこれ言っていいのかよくわかんないんですけど、あんま売るなとは言われてますね。あんま恨んでくれとは言われてます。まあ、どこにとは言えないですけどね。まあ、察してください。で、こちら、ラガブリの12年ですね。こちらはですね、年に1回出る、まあ、スペシャルリリースですよね。まあ、オクトモアみたいなもんですね。まあまあ、ちょっと違うか。まあ、毎年、年に1回出るんですけど、12年もののラガブリが。12年もののラガブリが出にくいですね。今日、下あんま回んないかもしれないです。酔っ払ってないですよ。試着ですよ。ね、まあ、12年もののラガブリ。まあ、年に1回出るものです。まあ、こちらに関しては、ほんと1年に1回飲んでみてもらいたいです。ほんと、毎年全然味が違うので。あ、ちなみにこれ、カスクストレングスなんでね。美味しいやつですね。で、こちらラガブリの8年ですね。200周年記念が、4年前かな？今2000。そうですね。4年前にラガブリン蒸留所が、まあ、200周年記念だったんですよね。まあ、その時に、まあ、限定で出されたのが、ラガブリの8年だったんですけど、まあまあ、めっちゃ美味しくてですね。まあ、僕も感動しました、それ初めての時。で、わあ、これすっごい美味しいなと思って、限定品かって思って、いっぱい買わなきゃなとか思ってたんですけど、その2年後ぐらいかな、に、定番商品化することになりまして、まあ今もう、いつでも手に入るようなものになっています。すごい美味しいですよ、8年。で、値段もね、すごい安いです。多分5000円ぐらいとかな。で、買えると思います。なわけで、まあ、せっかくのでね、飲み比べしていきましょう。うちのチャンネルでもちょくちょく言ってるんで、知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、ラガブーリン自体は、ホワイトホースのキーモルトになってまして、まあ、ホワイトホースの創業者のピーター・マッキーという方が、ウイスキーのね、修行をしたのもラガブーリン、蒸留所になってます。いや、もうね、12年読んでも本当に美味しいですよ。ラガブーリンの本気ですからね、12年は。すごいね、あれなんですよ。いい樽をチョイスするんですよね。12年もほとんど。これだっていう樽をチョイスして、ボトリングするので、まあ、やっぱりその蒸留所自体のね、本気、今の本気っていうのをね、見れます。まあ、なので、まあ、1年に1回出たタイミングでね、どこかのバーとかで、見かけることとかがありましたら、ね、ぜひ飲んでみてもらいたいですね。まあ、色自体は、8年と12年はそんなに変わらない、ゴールド系の色。で、16年に関してはかなり琥珀色のような色になってますね。まあ、なのでちょっと熟成感がね、あるような色味になってます。じゃあまあ、8年の方から飲んでいきましょうか。8年はですね、48% になってます。シャルにしては、まあまあ度数高いですよね。まあ、ありがたいことですね。では、いただきます。まあ、もういわゆるスモーク、そしてヨードの香りはね、すごい強いですね。やっぱりラガブリンといえば、もう骨太なアイラモルトですから、もうどっしりとしたアイラモルト、ロックで飲んでも美味しいですし、ストレートだと もちろんなおさらね、どしっとパンチのある味わいがあるので、それこそね、もうパンチが欲しい人はね、どっしりとしたものをゆったり飲みたい方とか、ラガブリンおすすめです。もうスモーキーさと、ほんとヨード感と、一緒に
まあちょっと炭っぽいような、泥のような、まあ、ほんと泥炭の香りがね、ほんとすごく強いですね。やっぱり若いので、樽の影響をそこまで大きく受けてない分、長風鈴が持ってるそのものの酒質、個性っていうのがすごい一番よくわかる商品になってます。なので、やっぱ16年とかはね、熟成感がすごいしっかりあるので、バランスはいいんですけれども、長風鈴の本質を知りたかったらやっぱ8年はね、マストドリンクだと思います。でもしっかりね、青リンゴの香りとか、レモンのような香りとかもしっかりと感じ取れますね。でね、わずかに花のような蜜のような香りとかもしっかりと感じれます。美味しいですね。やっぱり、さっき香りでも言ったような、まあ本当にスモーク感すごく強くて、それと一緒に本当青リンゴ。まあ少しは若干ですけど、柑橘系と、ちょっとね、本当のこうラベンダー系のお花。で、ちょっとフィニッシュにかけてね、コーヒーのような味わいとかもあります。カカオ豆とかのもかなり強く出てきます。ただ、テクスチャーとしてはかなりスッキリしているというか、ちょっとクリアなんですよね。まあやっぱりその、加水タイプっていうのが、すごいちょっとわかりやすいものなので、飲み口としては、ちょっとね、16年に比べるとそこまでドシッとしてない。ちょっと軽めでライトな、まあちょっとスッキリとしたような飲み口なので、まあまあそれでも普通の、ものに比べると割と飲みにくいかもしれないんですけど、ただそれでもやっぱまあラガブリの中ではまあやっぱ飲みやすいですね。ただまあやっぱり若いピート感はすごく強いので、まあ本当に好きな方はぜひって感じですね。はい。じゃあ一回12年飛ばしてですね、16年の方いただきたいと思います。もうね、香りが全然違うんですよ。倍の熟成年数に行くと。16年の方は 43% の加水になってますね。チョコレートとか、まあ、さっきのラベンダーがより強くなったような感じですね。で、やっぱりちょっとこう、干しぶどうとかレーズンのような香りとかもありますし、ほんのわずかにアプリコットのような果実味とかも感じますね。やっぱりラガブリン16年の特徴としては、やっぱり果実感。お花のような華やかな香りと、果実感とスモークのバランスがすごくいいっていうのがやっぱり評価されるべき。まあ評価されているところなので、そういうところをね、やっぱり感じ取っていただきたいというか。香りの、いわゆるピート感、スモーク感も8年に比べるとやっぱりかなり穏やかなんですよね。より上品な感じにはなってますね。もう非常にね、アロマティック。もう8年と飲み比べるとわかると思うんですけど、やっぱ8年の荒々しいスモーク感とは全く別で、穏やかなピートスモークと、まあ、花のような香りのアロマティックな感じですよね。のアロマと、まあ、そのピートスモークと、そのアロマっていうののバランス、すごい完璧なんで、これからアイラモルトをちょっと挑戦してみたいなという方にも、ラガブーリン16年はね、すごくおすすめなので、まあ、ぜひ飲んでみていただきたいです。それこそアートベック10とか、フロイグ10年とかに比べると、かなりね、ピート感とかは、落ち着いて穏やかですし、より、こう、フローラルで、アロマティックな香りを楽しめるのがラガブーリンですので、まあまあそういうところからね、挑戦していってもいいのかなとは思います。フィニッシュにかけてこう、やっぱりもうそのベリーがすごく強くなってきて、カカオだったりとか、ちょっと炭っぽさとかはやっぱりしっかりと味わえる。まあフィニッシュにかけて、いい感じにスモークがね、しっかりグーッと効いてくる感じの、重厚なウイスキーですね。すごく美味しいです。なわけで、じゃあ12年もいきますか。まあ、12年はですね、まあ先ほども説明した通りなんですけれども、年に1回出るものになってます。で、これは、つい最近出たやつですね。リアジオスペシャルリリース2019というものですね。まあ、発売されたのは2020年です。そんなわけで、じゃあ、12年もいただきます。あー、うまい。ちなみにですね、これ特殊なラベルじゃないですか。なんかこう、可愛らしい感じの。これが出る前までは、本当にこんな感じだったんですよ。まあ普通のラガブーリンの、ジャケみたいな。まあ、いわゆるこういう感じの、と、同じようなジャケットだったんですよね。まあ、ラベルだったんですよね。まあ、これは200周年記念の時の12年ものなんですけど、まあ、これ、まあ、なんで変わったかって、これ、花と動物シリーズっていう、まあ、今、ディアジオが出してるシリーズがあるんですけど、それへのオマージュなんですよね。まあ、これが花と動物シリーズなんですけど、まあ、これ僕がすごく好きな、オスロスク。なんですけど、まあ、これまあディアジオの前身のユナイテッドディスティラリーズというか、まあ、会社が前身なんですけど、まあ、その時からあるシリーズで、まあ、それへの敬意リスペクトを込めたオマージュとして
花と動物が描かれているという、まあ、これ今年からのやつですね。最近こういうラベルのやつやりました。まあ、来年はどこでか分かんないですけどね。ではそんなわけでいただきます。いやーもうねスモーキーさがすごいフレッシュなんですよね。もう中ぶりの12年って本当毎年毎年味が全然違うんですよ。例えばこれとかはすっごい上品なんですよ。超上品のアロマティックなんですけど、これは結構バチバチなんですよ。かなり用土感が強いタイプになってます。なんでやっぱ香りもすごい用土臭がすごく強くてですね、用土、まあピートスモークっていうのがもうバッと押し寄せてくるようなものになってます。なのでもうほんとアイラ好きな方はもうすごい好きだと思います。まあ、度数も高いですしね。56.5% かな。確か。そうですね。56.5% なので、いい度数ですよ。こう、すごい一気にバッとピートスモークがやってくるんですけど、香りの奥の方にすごいなんだろうな、アロマティックな香りだったりとか、バニラ系の甘みとかも、すごいしっかり出ています。いやー、うまいですね。口に含んだ瞬間はトフィーのような甘みとかもあるんですけれど、そこからも一気にスモークが口の中にやってきます。本当もう塩っぽさ、海の塩っぽさとか黒胡椒のようなスパイス感とかもあえてバンとやってきますね。でしっかりとバニラのような甘みと一緒にまたそのスパイス感もやってくるんで、甘い臭いスパイス甘いみたいな感じの味の複雑さというかコラボレーションがね、必殺コンボみたいなのがね楽しめるのですごくおすすめです。ラガブリの12年、いやーすごいね。カスクストレングスのラガブリンって、やっぱこう、後味のビターさっていうのがね、それたまんなくいいんですよね。それがまたこのウイスキー自体に厚みを出しているので、すごい美味しいですね。やっぱりね、度数高ければ高いほどうまいっちゃうそうなんですけど、まあやっぱり8年のカスクストレングス、16年のカスクストレングスとかもね、多分見たいなと思いますし、普通のね、リリースで出てくれたらなと思うんですけど、まあ、それはね、なかなか難しい話なので。まあでも年に一回ね、こういう12年ものっていう非常に美味しいラガブリ出てくるので、まあぜひね、年に一回飲んでみてください。まあ個人的な感想で言うと、8年と16年のどっちのいいところも全て持ってるのが12年ですね。ただ、年によって全然味が違うので、8年側に寄ってる時もあれば、16年側に寄ってる時もありますし、まあこれはどっちかっていうと8年に寄ってますね。かなり荒々しいですね。かなりスモーキー。ピアノ用どころすごいしっかりしてます。でもう本当にスパイス塩のあとはもうビター、わずかにやっぱりねこうベーコン系のミーティーなね味わいとかもしっかりとあります。ここ数年の12年にしてはねかなりパンチのある方だと思いますのでね、まあまだ残ってるところとか多いと思います、バーとかでも。なのでぜひぜひね見つけたら飲んでみてください。というわけで今回のねラガブリン特集、8年と12年と16年飲み比べが、以上になります。まあ、なんか、参考になりましたかね。ラガブーリン、まだ飲んだことないよって方はね、ぜひぜひラガブーリン飲んでみていただきたいです。美味しいですよ、ラガブーリン。まあ、これね、別名、アイラの巨人とね、言われているぐらいの、もう、まあそう言われてるからなんだっていう話もあるかもしれないですけど、まあ、そういうね、別名もついてるぐらいね、まあ、有名なウイスキーではありますので。まあ、あと、ディアジオのクラシックモルトのアイラ代表はラガブーリンなので、まあ、ディアジオが一番、まあ、プッシュしてるというか、まあ、そういうウイスキーがラガブリンということですね。まあ、これも昔からそうなんですけど。まあ、昔のものなんですけどね、クラシックシリーズって。8年と16年に関しては、まあ、全然手に入りやすいので、まあ、ぜひね、買って飲んでみたりとか、とかバーとか行って飲んでみてください。で、12年に関しては、多分買うのはね、もう難しいかもしれないですね、普通に。なので、本当バーとかに飲みに行った時に見つけたらね、ぜひ飲んでみていただきたいです。毎年出るので、毎年飲んでほしいです。年に一回飲むことによって、ラガブーリンのキャラクターとか個性とか、まだ見えなかった部分とかがどんどん見れるようになるので、ラガブーリンを知る上では、やっぱりね、毎年これを飲んでみてほしいです。まあ、余裕がある方とかだったらね、過去のものとかをね、飲んでみてってもいいのかなと思います。そんなわけで、本日の動画、以上になります。この動画面白かったとか参考になったよって方いましたら、ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムの方もね、僕やってますので、ぜひぜひそちらもフォローの方よろしくお願いします。それでは、本日の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。